次の国アンフィビアはディズニー制作のテレビアニメ番組でディズニーチャンネルオリジナルシリーズであるアメリカでは2019年6月17日よりディズニーチャンネルで放送開始日本では2019年8月2日よりディズニーチャンネルで先行放送が行われ2019年9月1日よりディズニーチャンネルで放送開始原案はマット・ブラーリー ディズニーチャンネルとディズニー x ー用にディズニーテレビジョンアニメーションが制作したアメリカのアニメーションテレビシリーズである。このシリーズではブレンダ・ソング、ジャスティン・フェルビンガー、ビル・ファーマー、アマンダ・レイトンなどが声優を務めている。2019年6月17日のプレミア公開で3日前のディズニーナウと YouTube 最初のエピソードに続き、シーズン1は7月18日に完結。 13歳の少女アンは自分の誕生日に親友たちと手に入れたカエルの柄のオルゴールを開く。気がつくと彼女はカエルの世界アンフィビアにやってきていた。友達ともはぐれてしまったアンは元の世界に戻りたがるがこの世界の出口に行くための山越えがあと2ヶ月ほどできないことが判明する。そこで小さな町は後ウッドで過ごすカエルの少年スプリングの 家でしばらく暮らすことにする。キャラクターの声優表記は、木、米の順。本校における、話数、サブタイトルは、日本のディズニーチャンネル準拠とする。ディズニーチャンネル内での特別編成では、新エピソードや、特別エピソードが放送された。ディズニーチャンネルガールズパワーサマー。不思議の国アンフィビア10は連続放送新作、アンフィビア。 不思議体験サンデー不思議の国アンフィビア新作サンデー。新展開アンフィビア。旅立ちサタデー新作アンフィビア。グラビティサタデー新作アンフィビア。再開サタデーまた理由は不明だが、米国版のディズニーで36話までの日本語版が放送より前に配信されている。ありがとうございます。